今朝送検されたのは長野県上田市の無職小倉和夫容疑者です。小倉容疑者は6月に上越市大貫の自営業中村礼二さんを殺害し、現金120万円が入った財布などを奪ったとして強盗殺人の罪で起訴されましたが、この事件の2ヶ月前の4月に中村さん宅に侵入し現金30万円を盗んだ疑いで昨日再逮捕されました。警察は4月の窃盗事件について中村さんからの被害届を受理して調べを進めていて、殺人事件の捜査の過程で小倉容疑者の犯行が分かったということです。警察は捜査に支障があるとして小倉容疑者の認否を明らかにしていませんが、引き続き余罪を含めて追及しています。